バルター・クルピンスキーは第二次世界大戦中のドイツ空軍のエースパイロット。1100回余り出撃し197機を撃墜した。大戦末期にはアドルフ・ガーランド率いる Z 戦闘機体の第44戦闘団に所属した。戦後は西ドイツ空軍に勤務し中将で退役した。プロイセン州東プロイセンドムナウで公務員の家庭に生まれ。 ブラウンスベルクで育った。小学校を卒業後、中東教育を受け1938年にアビトゥアを取得後、軍人になることを決心する。当初はパイロットに関心はなく、海軍士官を志していた。1939年に士官候補生としてドイツ空軍に入隊。1939年11月から1940年10月まで。 戦闘機学校で戦闘機パイロットの訓練を受ける。1940年11月に第52戦闘航空団第6中隊に配属された。ここで彼はイギリス方面の作戦に何度か参加したが戦果を上げることはできなかった。クルピンスキーはバルバロッサ作戦初期に最初の戦果を上げ、1941年12月までには7機を撃墜した。 1942年8月には撃墜スコアは50機になり、ドイツ十字章を受章し、その後6機撃墜式私鉄十字章を受章した。1943年3月に中隊長に昇進し、第7中隊の指揮を命じられた。後に、第二次世界大戦最高の撃墜王となるエイリヒ・ハルトマンはこの時来るピンスキーの領機だった。ハルトマンはここで、 クルピンスキーの近接射撃を習得した。1944年4月にクルピンスキーは174機を撃墜し、彼の騎士鉄十字章は白用をつけた。177機撃墜後、クルピンスキーは東部戦線から内地を拠点とする第5戦闘航空団第1中隊に転属になる。百四十四年五月に大尉に昇進し、第十一戦闘航空団 第2大隊の指揮官となる。1944年6月、連合軍のフランス侵攻に合わせ、クルピンスキーの部隊はノルマンディへ急行し、抵抗度地上支援任務に就く。クルピンスキーによると、彼が8月12日に負傷するまで10機の連合軍機を撃墜した。同年9月、第26戦闘航空団の第3大隊の指揮官に転属し、 1945年4月、ジェット戦闘機め262と、エースパイロットたちで編成された第44、戦闘航空団に転属。1945年4月24日午後3時、クルピンスキーラ4人のパイロットは、アメリカ陸軍航空軍の B-26、編隊を迎撃するためにミュンヘンリーム空港から、最後の出撃をした。4機の編隊長。 ギュンター・リュツ王大佐は、行方不明となり、現在も消息は分かっていない。もう一人のパイロットは、クラウス・ノイマンであった。1945年5月5日、クルピンスキーは、アメリカ軍の捕虜となり彼の戦争は終わった。クルピンスキーは大戦艦に197機を撃墜し、4回、緊急脱出し、5回負傷をした。1952年9月に、 捕虜収容所から解放されたクルピンスキーは同年11月に連邦国防省の前身のブランク局にアドバイザーとして入庁。1957年にドイツ連邦軍が発足すると少佐の階級を与えられ戦後ドイツの戦闘機運用を学ぶためにイギリスで研修を受ける。同年9月第33戦闘爆撃航空団司令。 1966年6月、順将昇進。1969年7月、少々に昇進し空軍第三師団の指揮官になる。1971年、ナトー軍、アタフ参謀長。1974年10月から空軍指揮司令部司令官に就任する。1976年11月8日、ルーデルスキャンダルにより早期退役に追い込まれた。 最終階級中将退役後は、ノインキュルケ、シールシードで陰性し、2000年に、同地にて死去。父は、第一次世界大戦に従軍し、復員後は、公務員になった。第二次世界大戦勃発後に招集され、ポーランド戦終了時に、中尉の階級で除隊後、再び公務員になる。大戦末期には、国民突撃隊に参加した。弟は、 ポールとギュンターの二人がおり、二歳年下のポールは、ドイツ海軍に入隊し、潜水艦隊に勤務したが、1944年11月11日に、ノルウェー沿岸で上官が、イギリスの潜水艦に撃沈され戦死した。12歳年下のギュンターは、1945年に、母と共に、オストプロイセンから脱出し、1970年に、ガンで死亡した。妻との間には、 カズメオリ空軍将校と結婚した。クルピンスキーは孫が二人いる。ありがとうございます。